このねもうコンパクトで軽量小型軽量のベースキャブで、まあ、自作練習なんかでもねリハーサルそれから小規模のギグもう本当にこれ1台でもかなり用途は広いんですけどね、もう音もすごいアコースティック感であっていいんですけど、やっぱりこの実際のステージになるとみんなも音量上がってくるし、それからまあバンドのシチュエーションによってはねビッグバンドなんかだとやっぱりちょっとこのベースキャブだけだと心もとないかななんていう時もあろうかと思います。そんな時にこの活用するのがこの PB300 との組み合わせです。ベースキャブが 100W、 PB300 が 250W、 もう合計 350W のシステムとなるわけですが、早速ではじゃあベースキャブの PB300 のボリュームを上げていってみましょう。じゃあこれを今11時ぐらいにしてみました。一気にこの音量、音圧、そしてこう低音がよりリッチになったのがお分かりいただけようかと思います。さらに上げていってみましょうか。今度12時ぐらいまで上げてみました。もうね、これだけの音量あれば 350W で8スピーカー、8スピーカーですから、まあスピーカー8個に 350W のシステムがあればもう大概の バンドに持ってっても大丈夫ではないかと思うんですけどね。さらにこのアップライトベースの場合なんかは、立って弾くこともありますから、そのこのスタンドを活用するっていうのもありかと思います。僕はねこのシステム、こういうセットアップすごくかっこいいなと思ってるんですけどね。これをすることによって立って弾いてもすごくモニターもしやすくなりますし、すごくパワフルでリッチな、すごく低音も重低音で出てて気持ちいいと思います。